はい、皆さんこんにちは、サオヤンゲームズです。はい、見てね、ゆうさんこんな感じです。いきなり、はい、ちょっと今日はあの知り合いの友人の先輩の師匠のゆうさんと一緒にキャンプでございます。はい、ということでちょっとあのめちゃくちゃゆるい動画になると思うんですけど、ちょっと沢式あの休日の過ごし方やっていきたいと思います。ちょうど着いたんで、じゃあ行きますか。チェックしていきます。はい、よろしくお願いします。どこに着いたかと言いますと、沢が一番好きな場所です。どこかと言いますと、こちら富士山の元栖湖でございます。見てください、この景色やばくない？ここでこれからバーベキューしながらビールをすすって自然を楽しむ。やばいよこれ、もう空気がうまいのよ。そして気温は多分ね22、23度、今もう6月ですけど22、3度なんで、うん。で、元栖湖といえばですね、皆さんこちらもう説明書いてあるんですけど、富士五湖の最西端、深さ902メートルですよ。あ、じゃあ間違えた、138メートル、ごめんです、間違えました、138メートルですね。めちゃくちゃ深い、富士五湖の中でね。で、とにかく水が綺麗、多分もう水入ると思う、まあ、ちょっと冷たいけど、水入って、泳いで、ビール飲んで、ちょっとまた適当にカメラ回すんで、楽しみにしておいてください。やばいことしちゃってます。チビールとホリニシスパイスと仕事を捨てたかのごとく置いてあるサングラス、すべては今目の前にあるこの景色を独り占めするための。飲むか。ゆうさん、とりあえずセッティング完了っすね。乾杯っす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 。おっす、おっす、おっす、おっす。ちょっとあの、場所軽く移動しまして、今も、下で焚き火を完了して、バッチリっすね。このロケーションっすよ。これ。今日月曜日だけど結構人いますね。水温どれぐらいですか？多分20度ぐらい。20度ぐらいですよね。水風呂にしてはちょっとあったかいぐらいの気持ちいい感じで、ちょっとこの後湖にちょっと飛び込もうと思ってるんで、がっつりと溺れない程度に楽しんでいきます。今日カメラこういう時普通普段回さないけど、なんか今日回しても何も苦じゃないわ。みんなに共有したいぐらい、この最高の時間を。最高ですよ、最高です。乾杯。初入水。落とすこの水は、気持ちいい。透明度やっぱやばいな。幸せすぎる。なんか言葉失うわ。なんか言いたいこといっぱいあったけど何も言えないわ。ちょっとカメラもらっていいですか？水の透明度ちょっと皆さんに見せたい。
見て見てこれ、この透明度めっちゃ深くなると早いんだよね。すぐ深くなる。でこれよ、これこれこれ、わかります？こんなシャザもないでしょ。一面湖、元スコ、また人気になっちゃうなこれ。はい、では皆さん、ファーストディッシュはこちら牛タンでございます。エッチですね。はい、徐々に酔ってきました。発言もわけわかんなくなってきました。味付けはシンプル、焼き塩、そしてまあ奥にあの左はあのぶらつくホリンシですね、ちょっと裏になっちゃってるけど、うん、でごま油ちょっと添えてね、ごま油に塩とか入れたら最高っすね。いますそして、エッチなおじさんゆうさん、ゆうさんはちなみにミントリーフという僕の行きつけのモヒート専門店の、もう専門店でもないっすね、何でもあるモヒートが特に美味しいバーをやってるオーナーさんです。かっこいいですね。こういう大人になりたいな。かっこいいな。恥ずかしい。かっこいいな。こういう大人になろうみんな、ね、そしてババ富士山、牛タン富士山おじさん、うまいバカ野郎だ。ちょっとあのハゲてるしキューピーちゃんだし、もう何言われてもいいんだけど、あの着水もうめっちゃ入ってる。ちなみに多分この iPhone 防水なんで、多分入っても大丈夫だと思う。一回ぐらいこれ入ったことなくて怖くて、でもなんかやっぱりここで壊れたら、まあそういうこと、きっと iPhone も幸せになったってことだよ。ということで皆さん、あのいや甘いです、ジップロック甘いです。はい、ジップロック提案されたんですけど甘いなんで、ちょっといろいろ皆さんね、日頃仕事頑張ったりとかね、悩み事とかいろんなことあると思うんですけど、そういうものは全て水に流しましょう。生きてる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 わ、全然生きてる。え、ハゲすぎじゃね俺。気持ちいい着水で携帯ぶっ壊れかけたんですけど、あの朝日スーパードライの大人の使い方、椎茸に醤油流し込み、濃いね、こう見ると、ゆうさん、うん、48歳捨てるもんじゃないな、俺の未来も明るいな、こう見ると。あのおっさん、めっちゃかっこいいよ。誰がハゲだ、バカ野郎。誰がお前、ゆうさん48歳より前毛量少ねえだ、バカ野郎。絶対言ってるから今、絶対コメントで書いてるね、こいつらは。この風が一切立たない、元スコの鏡のような逆さ富士が見えますから、皆さんほら、ちょこっと覗いてる逆さ富士、これなんすよ。ハンバーガー作っちゃいました。乾杯乾杯あこチーズバーガーやばっ、うまっ、やば、肉汁やばい、うん、ほらめっちゃ下で落ちる、うん、やっからうまっ。もう正直曇ってようが雨降ってようが、うん、なんだろうがうめんだわ。ゆうさんおすすめ、うん、風味爽快にして、爽快にして乾杯。新潟限定、
乾杯っす。はいっす。現在お湯を沸かしております。なぜ沸かしているか、こいつを食うためですよ。札幌一番塩ラーメン。この動画もはや ASMR かもしれない。お湯も沸騰してきて、食うぞ食うぞ。このね、薪のそばに入れてゆっくりとじっくりと沸騰させていく。これを超える幸せが果たしてどこにあるのか。燃えろ燃えろ、待ってろよ。札幌一番塩ラーメン。さて皆さん、塩ラーメンができましたよ。卵割ってバイ以外の何者でもね、出来上がり激うま。元スコでの札幌塩ラーメン生卵入り、いただきます。卵を溶いちゃう。ちょっと多すぎる、やけどする。ゲームオーバー。